習い事で新体操をしていた時に教えてくれていた先生がいつも衣装を作ってくれていて、その衣装を作ってる姿とか完成した衣装を見た時に自分も人を喜ばせれるような衣装を作りたいと思って興味を持ち始めました。衣装を学べる科があることが一番大きかったです。またオープンキャンパスに実際に参加した際、先生と生徒の仲が良くて雰囲気が良かったことも選んだ理由の一つです。これからの学校生活で楽しみなことはファッションショーです。衣装のデザインだけでなく演出やメイクなども全て学生がするので、どんなファッションショーが見れるのかとても楽しみです。好きな系統は特に決まっていなくて、その時の気分や予定で系統を変えたり服を選んだりすることが好きです。将来の夢は衣装デザイナーになることです。舞台や映画だけでなくスポーツの衣装など幅広い分野の衣装をいつかデザインしてみたいです。